ユッシュ・ビョルリング、ユッシュ・ビョルリングは、スウェーデン出身のテノール歌手。独特の品格、澄んだ、透明感、また輝かしさも備えた美声で広く知られた。テノール歌手を父として生まれ、父を最初の師として、音楽教育を受ける。6歳の時に父、そして二人の兄と共に、ビョルリング男性与え商談を結成して、ボーイ・ソプラノとして、 演奏活動を展開、アメリカでも演奏旅行を行った。初録音は8歳の時。1928年、ストックホルム王立音楽院に入学。1930年同時の王立歌劇場で正式デビュー。同劇場所属の時代に再び活発な録音活動を行って、世界的に評判を高めていく。1936年、 ウィーン国立歌劇場とザルツブルク音楽祭にデビュー。さらに38年、アメリカメトロポリタン歌劇場にロドルフを歌ってデビュー。国際的名声を確固たるものとし、その後欧米で活発な活動を展開するに至る。その中でも特にメトとのつながりは深く、59年までメトの看板テノールとして活躍した。録音では、第二次世界大戦後、 LP レコードが普及期に入ると長時間収録が可能な LP の特徴を生かすためもあってレコード各社で過激全曲録音が本格化。ヨルリングはメトで活躍する歌手たちを起用して過激録音に乗り出した RCA ビクターに招かれ52年のイルトロバトーレを皮切りに多くの全曲録音に参加している。レパートリーはベルディ、プッチーニの諸作品。 そして柔らかな美声で、グノーのファウストなどフランスオペラにも適性を示した。またカニオやトリッドゥなどベリズムオペラもレパートリーとしており、軽やかなリリコ継承役から重厚なスピント継承役までをしなやかに歌い上げたメーテノールであった。1960年3月、コベントガーデンでの公演直前に心臓発作で倒れる。なんとか一命を取り留め、 新被害の状態ながら、録音に参加するなど、回復に努めていたが、同年9月、心筋症のため、ストックホルム郊外のシアロ島のサマーハウスにて死去。49歳没。ステレオ録音本格化時代に入り、録音でのさらなる活躍も期待された矢先だった。ありがとうございます。